どうもおはようございます、フジナッツケンでございます。さあ今日はですね、台風コロッケという視聴者さんに勧められたゲームやっていきたいと思います。この雰囲気いいですね。配達行って戻って強化、なるほど。まあレベルがある感じですね。あーで、とりあえず今お金ないぞと。まあまあ冒険じゃないよ。配達行ってお金ゲットして強くしてみたいな。ああ、ちゃんとこんな感じのものもあるんですね。電話が鳴っちょりやすよと。コロッケ工房。ね。台風の時はなんかコロッケを買うみたいな、なんかそんな文化がネット上で生まれ、今はもう台風コロッケってね、ウィキペディアでもあるぐらい、ちょっと市民権を得てる感じですけれども、とりあえず、台風が来てる中、配達をするっていう、まあ、鬼畜ゲームですね。とりあえず OK です。まあ、台風に打ち勝てるように、あほほー、いいですね。本格的な BGM、そして本格的な日本地図。一応ね、僕気象予報士の勉強してたことがあるんで、日本地図とか見るとね、ちょっとテンション上がりますよね。だいたい今説明あったけど、あんまり見てなかったです。すいません。まあまあまあ、こう進んでいきます。あ、はぁはぁはぁ、物があったら勝手にこれ自動なんですね。で、ビーム、傘のところを押すとビームが出ますよと。いえ、なんだ、水使いかこいつは。めちゃくちゃなビームを出しますけども、傘から水を出すっていうね、素晴らしい。で、まあ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 、あ、体力がなくなりそうだよと。の時はコロッケを押してねと。あ、OK です。基本的にこれ傘ソードは勝手に行くから、右下の傘のボタンと、で、体力がなくなりそうになったらコロッケボタンですね。で、今のところコロッケ押せば体力が全開するんで、なるべくギリで使っていった方が、距離進めますよってな感じです。残り1でしたね、今ね。完璧なタイミングで、ちょっとこれ早いな。ちょっとやられてしまいました。思ってた以上にこの傘を押して、た時のパワーが結構減るんでやられますね。で、これコロッケを作る。あーい、はいはいはい、なるほど。あー、なんか本格的な、ちょっとお腹空いてくるね。いい画像を使っているね。で、これでまあ攻撃とか防御とかを上げていきながら、まあ距離が進んでいきますよと。まあそんな感じですね。それでなんとか配達しましょうねってな感じですね。オッケー、把握したんでやり込んでいきます。なるほど。とりあえず、これコロッケ温存しといた方がいいな。一回のプレイで、一個二個しか多分コロッケ作れないから、毎回使ってたら多分ね、進む時に、がっつり今回進むぞっていう時に、コロッケをいっぱい使いたいですね。一個しかできんか。そうか、転がってくるジャガイモ三つでコロッケ一個作れるから、結構たまんないですね。とりあえず、まあ、なんか、コロッケ屋さんだ。元コロッケ屋です。ほうほうほう、ほうほうほう。あ、なるほど、新しいコロッケが作れるようになりましたと。じゃがいも2個とかでいけるってことかな。ちょっとまだ把握できてないですけども。いや、風強え。でかい。超大型台風ですわ、これ。いやいや、これマジで直径1000キロくらいあるぞ、これ。博多から東京まで1000キロぐらいあるんですよね。で、東京から札幌まで1000キロあるんですよ。ほんで、意外なところで、博多から沖縄までも1000キロあるんですよね。これも一個の目安なんでね、覚えとくとね、なんかのテストで役に立つかもしれないんで、まあまあ、どうでもいいですけど。で、中心点ね、東京の中心点あるんですけど、赤い円はね、まあ、暴風域なんですけど、で、もう一個外側が、まあ、強風域なんですけど、その一個奥にも丸があるんでね。まあまあ、あれか。台風は台風で可愛らしい絵なんで、まあ、下の円は関係ないのかな。何の円だろうかなっていう。それはちょっと若干ありますけどね。ちょっとごめんなさいね。気象学をちょっとかじっちゃってるだけに、なんかちょっと気になっちゃ、はい。まあまあまあ、ここはいいんですよ。とりあえずこのコロッケを貯めるターンですね。なるほど。これ、あ、かぼちゃコロッケにするとかぼちゃを主に使うよと。あ、素材ごとに作れるコロッケが違いますよってな感じですね。ただどのコロッケでも、効果は一緒と。なるほど、了解しました。ちょっと進めるだけ進んでみるか。まあそんなレベルは上がってないけど、ちょっとこれマジでパワーが溜まるまでのこの感がきついな。ついた。ここはコロッケをなしでいけない。よし、コロッケ温存できました。よ、1軒目、嫌な予感しかしないですね。やっとたどり着いて、早く商品渡して帰ろう。あー、コロッケ来たーと。コロッケ12個買ってくれましたね。ありがとうございます。まだコロッケの包みが残っている。実はまだ配達は終わっていないのでした。あと3件って書いてあったねー。しかも続くのか。なるほど。
これはべらぼうに強くなっとかないと、毎回あそこからか、スタートから届けんとダメなのかな、届けてないことになってるのかな、ちょっとそれは気になります。ここからスタートならまだ全然良かった良かったです。ちょっと今やべえ予感しかしなかったけど、とりあえず大丈夫ですね。ただ勝てえな、またこれだいぶレベル上げないといけないっぽいですね。勝てえ。でも不二家乱立しすぎやろこれ。もうちょ、不二家の人形がめちゃくちゃあるんですけど、とりあえず今回コロッケめっちゃ使うターンで、なんとか最後いけそうなんですけどね。3件終わって4件全部配り終えて、今お家に帰るところなんですよ。お家にだからスタートがゴールみたいな、そんな感じなんですけど、ちょっとコロッケマジ全部使い切ってでも行ったるぞっていう感じなんですけど、いやーもうこれバス停もマジで勝て、バス停と不二家がすげえ硬いんで、ちょもうちょ、やべあーしゃ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 、お家に帰ってきた、オッケー。いやー長かったですけども、まあコロッケ24個余らせてるんでね、まだ余裕はありましたね。オッケー。台風の季節終わるんだ、シーズン1終了的なノリですかね。あーちょっと待って、母ちゃんが、あららら、ちょっとこれ大変だこれは。いいねー、この配達を終えた時この終わりのエンディング非常にいいですね。この長すぎずちょっといいお話みたいなね。なるほど、とりあえず、あ、クリアしたから母ちゃんのプレゼントもらって、あ、状態引き継がれますね。引き継がれた状態で、ちょっとまあとりあえずコロッケだいぶゲットしたんで、これちょっと作っていきながら、ノーマルモードがどれぐらい難しいのか、それちょっと見ときたいところですね。ただね、このゲームマジでやってて、サクサクレベル上がっていくんですよね。2回行けばレベル1上がるぞぐらいの感じなんで。で、まあ、ゴールした時はね、全部1ずつ上げられるんですけど、まあ、ゲームバランスがね、非常に素晴らしいなっていう感じですね。やってて、とりあえず全然飽きないです。なので、基本は一緒なのかな？一緒っぽいですね。はい。オッケー。まあ、とりあえず、まあ、ストーリー的なものは一緒の状態で、ノーマルがどれぐらい、お、カッパ姿も、はい。まあ、ここは変わらないです。一緒ですね。はい。ただ、スキンが変わりましたけど、学生服ですよ、と。いや、でも一緒ですね。あー、硬くなってるのか。オッケー。ただ、硬くなった2段階目ってな感じです。よし。とりあえず、そんなにコロッケ使わずに来れましたね。オッケー。だいぶ温存できました。もう44個だから、コロッケ増える一方ですね。で、ムービーは一緒っぽいですね。やっぱノーマルになっても変わらないですね。変わってるー。これ、さっきは確かあと3件あるよ、みたいな紙だったのが変わってますね。だから、ムービーも毎回ゴールした時のムービーも若干変わるぞって感じですね。オッケー。楽しみができた。よし。まだ頑張れるぞ。ただね、マジでレベルを上げるのに必要な金が相当増えてきたんで、正直ね、結構大変にはなってきてます。はい。だいぶ上げたんですけどね。いや、一回レベル1上げるごとの上がり幅がだいぶでかいんでね、相当上げないと進めないですね、今のところね。よし。オッケー。まあ、大体目標金額4万は超えたんで、とりあえずは今回オッケーってな感じですね。よし。これでもうとにかくね、今パラメーターなんですけど、攻撃力上げないことにはもうどうしようもないんで、攻撃力特化、おぉ、マックス！これでカンストか。ノーマルでカンストすんの？もう一個ハードモードみたいなのあったけど、それは大丈夫なのかっていう。ただね、ちょっと待って、50でカンストしてしまうと、いや、ワンパンできんじゃん、これ。ちょっと待って、マジで？あと、いや、ちょっと、ペコちゃんって言っていいのか知らんけども、ペコちゃんをワンパンできるまで攻撃力特化しないと、ここクリアできねえぞって思ってたんですけど、いやー、これきついですね。50が完走だと、これむずいぞ、クリアすんの。まあ、コロッケ100個までじゃあ貯めて、ちょっと、一回勝負出てみるか。いけそうっすね。あ、オッケー。よし、これで、とりあえず100個あるんで、さすがにコロッケ100個あればいけると思うんですよね。これで100個使い切ってクリアできませんでしたっていうのが一番悲惨な状態ですね。またコロッケ集めんといかんやんけってなるけど。ただね、これ、さっきね、レベルカンストしたんですけど、カンストしたらワンパンできるかなと思ってて、これも2パンできないですよ。3発目が残るんですよ。
傘のビームって普通の傘攻撃の2倍なんで、うん、つまり傘ビームでワンパンできないということは、傘ビームを使わない場合3回あいつのダメージを受けるんですよ。これわかりますかね、一番左の赤いやつがダメージの数字なんですけど、それをね、こいつ1個壊すのにかける3クラウン、329かける3クラウンですよ。なのでこれもちょっとね、藤谷が相当きついですね。まあ藤谷だけじゃなくてもバスケ相当きついですけど、このペースで持つかなってところですね。もうゴリゴリ減る、もうちょっとこれでさ、ギリまで粘ろうとしてやられてしまったらさ、もうまたコロッケ無理っすか、あれなのか、来た、オーケー、よし、17個で来れました。もう、めっちゃチキンだから、とりあえず100個作っとこうと思ったけど、意外と17個で来れましたね。オーケー、さあ、母ちゃん、やばい、今度の母ちゃんは大丈夫か今度の母ちゃんは、おー、いいね。店長になった。いやー、出世しましたね。まあ。いいお話でした。これは、本当になんか良かったね。さあ、ということで、またハードモードがあると思われますんで、そこもやらないとね、おい、藤夏さんよと。やり込みが足らないんじゃないのみたいなコメントがもう殺到すると思うんで、とりあえずちょっと、ただ、マックスのまんまっすね。ちょっと待って、これでマックスとか来られて、もうただコロッケ作るゲームか。コロッケめちゃくちゃ消費しながら進んでいくしかないもんな。いやー、攻撃力ここで止まんの正直きついな。さあ、エンドレス。ハードじゃねえのか。エンドレス。あ、店長なったはいいけど、体調崩して今度は母ちゃんが行くってことは、パラメータまた1からか、これもしかして。どういうことやろ。おお、母ちゃんが配達なのか。終わりなき旅路って書いてあるけども、いや、傘ビームはまだ分かったけど、技、母ちゃんめちゃくちゃ強いですね。これ格闘ゲームのキャラクターとしてやれるぐらいの、結構なポテンシャルの技ですけど、いやー、ほんで沖縄かい、ここ。ちょっと待って、最初は東京近辺で配達してて、福岡に場所を移し、なぜ今沖縄に、で、沖縄で終わりなき旅路っていうのもね、これはだからもう全部カンストさせてどこまで行けるか的な感じですよね。じゃあ、オッケー。とりあえずまあ楽しみましたね。ということで今日は台風コロッケというゲーム紹介させていただきました。ちょっとね、近々これマジで全部フルカンストさせて、で、コロッケもどこがカンストかちょっとわからないんで、999までカンストさせて何キロ進めるのか。まあ沖縄で進むって言ってもね、南北沖縄そんなに距離ないから、まあぐるぐる回るのかな。まあいいわ。とりあえずちょっと挑戦してみようかなとは思いますんでね。ぜひとも、台風コロッケ。このゲームね、ほんと雰囲気もいいし、ゲームバランスもマジでちょうどいいんで、ぜひともね、皆さん、ダウンロードして遊んでいただければと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。面白いと思った方、チャンネル登録お願いします。